はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。セリオンズ実況チャンネルへようこそ。今回はですね、アルティメット最強植物展開デッキサンアバロンアロマ勇者セリオンズ、こちらをねご紹介していきたいと思います。相変わらずデッキ名長いですけどね。このテーマどういうテーマかというと、ありえない展開力を見せていく、そしてなんとそれが手札1枚からできるというね、まあ、そういうテーマとなっております。サンアバロンっていうテーマかなり楽しくて、まあ、今回ちょっと初めて使ってみたんですけども、バッチクソぶっ壊れ、やばい。で、今回ですね、対戦動画と展開ルート解説動画はちょっと別にしようと思ってまして、今回のこっちの動画では、まあ、デッキの紹介と展開ルートの紹介、これやっていきたいと思います。はい、展開ルート結構、手順が多いんでね。で、対戦動画はまた別でね、動画出しそうと思ってますんで、よかったらご覧ください。はい、でですね、こちらの3シードゲニウスロキという、このモンスター1体から、できる展開があまりにもやばいという動きがありまして、そしかもこのテーマ植物族なんですね。で、まあ、セリオンズの解説動画でもやりましたけれども、植物族であればこのセリオンズリリーボレアが相性が良くて、こっから妨害が追加できるということで、まあ、とても相性がいい。そしてこのテーマなんと、召喚したモンスターの効果を全く発動しません、基本的には。なので勇者ギミックとかとも相性がいいということで、勇者とも合わせれる、セリオンズとも合わせれる最強の植物デッキ、これです。でさらにですね、展開途中でいろんな妨害が立てられまして、このブルーミングの効果、無効効果とか、それからベンガランデスのなんかバウンス効果とか、それから、まあ、セリオンズ強制の無効効果とか、アロマでのなんか回復からの破壊効果とか、まあ、そういうのがねいろいろ立てられるんですよ。これが手札1枚からできますんで、しかもこの1枚書道が今何枚入ってるかっていう話なんですけども、まあ、とりあえずこれ3枚ですから、3枚と予想外が3枚、それから、苦渋の決断が3枚、それから、1-for-1が1枚ということで、全部で10枚もの、1枚書道が入っております。さすがに強い先行取って展開できるとめちゃくちゃ強いと思います。まあ、ちょっと増殖する字だけバカ重いんで、うららとか入ってますけど、まあ、それがね、なければね、てか、なんなら、相手のデッキ引けるんじゃねえかレベルで展開するんで、ちょっとよかったらね、この後の展開ルートをご覧いただいて、このデッキやべえなっていう言葉を体感していただければと思いますんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。では、早速展開をやっていきましょう。展開に必要な札はですね、まあ、予想外から持ってこれるんですけども、通常モンスター。通常モンスター行っただけです。こっから基本的な展開が伸びていくという感じなんですけれども、今回の場合はですね、なんかアルティメット上振れハンドになってまして、勇者ギミックプラス、リリーボレアがいますので、なんかやばい展開をしていこうと思っております。はい、まずですね、まあ、予想外打たないと、いけないので、まあ、とりあえず予想外打つと、ここにうららって言われた場合は普通に勇者展開をしていく感じになりますね、これね。で、3シードゲニウスロキを特殊版で、通常召喚したモンスターの方が全く使わないんで、勇者していきましょう。はい、で、アラメシアの儀で勇者トークン出すと。で、もちろん旅路も置いていく。で、一体でリンク召喚をするか、ここの、旅路の効果を使うかは、まあ、相手の誘発がありそうかどうかによってちょっと変わってくるんですけども、今回は割と手札は余ってるっちゃ余ってるんで、運命の旅路を発動しましょう。運命の旅路の、効果を発動してグリフォンライダー持ってきて、まあ、今回ちょっと増時つかないんで増時しましょうと。はい、で、グリフォンライダーを特殊召喚することで、これでも、これ以降のね誘発がケアできるんで、あとはまあ普通にこっちの横でね、サンシェードゲニウスロキ1体からの展開をしていくというだけです。はい、まあ、これなくても、この勇者ギミックなくても、この通常モンスター1体では、今からやる展開はできるんで、いきましょう。まず、サンアバロン、ドリアスという謎の木。謎の木をリンク召喚。で、謎の木の効果でリンク召喚に成功すると、デッキから、3倍魔法トラップカードとかいうの持ってこれるんで、これで、3倍ソーイングっていうカードを持ってくると。で、この3倍ソーイングを発動して、あ、その前に、今回の場合はリリーボレアが一応いて、なんかキングレギュラースの展開一応できるんですけど、これちょっとね、今ね、現状ね、盤面が埋まっちゃってるんですね。
なんでこれ出していくとなんか最終的にあれ場面棚やってなっちゃうんですよ。なのでまあちょっと今回はやらずにここから行きましょう。サンバインソーイングを発動して、展開力が弱すぎるのと、あと勇者のギミックがちょっと邪魔なんでね、ここね、無効効果使ってればいきますよね、これね。あの、例えばこの、グリフォンライダーがなんか、うららをなんか踏んでくれたとか、増字踏んでくれたとか、なんかエフェクトベラ踏んでくれたとか、無限ホイール踏んでくれたみたいなのがあれば、なんかちょっと盤面空いてるんで、リリーボリアからのキングレギュラスみたいな動きしてもいいです。はい。で、ソーイングの効果で、デッキからこの3シードツインとかいう謎のモンスター出してくるんですけども、こいつが出してきたら、3アバロンドリアスと、ツインの効果が発動しまして、でこの謎の双子は、自分の墓地から、この通常モンスターを蘇生できるっていう効果、そしてこっちの、ドリアスは、エクストラデッキからなんか、リンクモンスター出せるっていう効果あるんですよね。これのこの3番目の効果、一旦に一度効果ダメージを受けると自分のライフを回復したらエクストラデッキから3倍モンスターを特殊ができるという効果があるんで、ここで、3番ヒーラーを特殊召喚して、で、ヒーラー効果で、ライフを回復しておくと。これライフ回復しておくのがめっちゃ大事で、ライフがね、相手より多い状態じゃないと効果ができないやつがいくつかあるんですよ。はい。で、ドリアスとヒーラーでジャスミンを出していきます。はい、いきましょう。はい。で、ジャスミンの効果が、フィールドのリンク先のモンスター何でもいいんですけど、リリースするとデッキから植物毒を持ってこれるよっていう効果があるんですよ。なんでこれジャスミンの効果使って、ツインをリリースするとデッキから全然関係ないんですけどジェネレーターとかいうモンスターが出てきて、でマルデルさんがこれ植物毒なんですけど、これ特殊召喚成功するとまた植物毒持ってこれるっていう効果があるんですね。これで、今度はローリエっていうこの謎のモンスターを持ってきますと。はい。で、ローリエは自分の方がライフが多いと、手札から特殊召喚が、できますという効果ありますんで、これを出していく。はい。で、2体のここのモンスターでもう1回今度はですね、ジャスミンを作っていきます。ローリエとロキでジャスミンを作って、で、ローリエがフィールドから墓地を加えるとライフが回復するという効果があるんですけど、500、回復したときにこのジャスミンっていうガチでヤバいモンスターの効果が発動して、こいつが一旦にライフが回復するとデッキから植物族を持ってこれるっていう効果がなんと名称退治がなくて使えると、はい、いうことで、これ植物族2枚差し上げますやばいですね。でここでもしリリーボリア持ってなければリリーボリア持ってきたりとかもできますし、まあ普通はこれ人参とそれからこのスポアをサーチしてくるんですよ。あの後でアロマ展開するんで、ね、なんですけどこれ、今回予想外から入ってるんですね、これ。今回。予想外から入ってるんですよ。だから、召喚権使ってないんですね、今。ということで、今回は圧倒的タイバー拒否をするべく、サボクローザーを持ってくるという動きもしていこうかなと。あ、ちなみに、ここで、人参とスポアを持ってきたらアロマが出せます。一応今回サボクローザーを持ってきまして、で、ジャスミンの効果で、まあ、ここ結構何でもいいですね、正直。まあ、あの、リリボレア持ってなければリリボレア持ってくるし、まあ、今回はちょっとリリボレア持ってるんで、普通に人参でいきましょう。はい。で、ジャスミンと、こっちの下の方のジャスミンと、マルデル。これでリンク召喚していきます。で、リンク召喚するのはこの謎の茶色い木。はい。謎の茶色い木リンク召喚すると。で謎のリンク召喚されたこの茶色い木の効果は自分の墓地からさっきの通常モンスターのこの3シード、ゲニウスロキー、これを特殊召喚できるということ。こっちちなみにこいつも単一制限ありませんこの効果にでもう一回出しましょうと。今度はこことここ、これね、今度ねエクストラモンスターゾーン開くんですね、これ。これすると、はい、エクストラモンスターゾーン開いて、でさらにこいつの効果でまた通常モンスターであるゲニウスロキーが、爆弾するんで、これ何回も種が出てくると。でもう一回種1体でリンク召喚してこの、3番アバロンドリアスっての出すんですけど、こいつがエクストラモンスターゾーンに特殊召喚したときにさっきあの持ってきたじゃないですか、3バイン魔法トラップカード、これ単一ないんですね。これまたサーチすると、はい、これ2回目のサーチ、はい、持ってくる。で、今ね3アバロンモンスターがいるんでこれ発動できるんです。これ3アバロンモンスターがあのいないとね
なんか発動すらできないみたいな効果あるんで、だからこれ発動 しておいてください。で、基本的にはコストはね、持ってきたあの人参が一番いいと、思うんですけれども、まあここはもうお好みでかな。はい。で、サンバインシュラインの効果を使って、通常、あ、これ先こっちか、リンクしようかな。今度はリンクモンスター2体で作れるぶっ壊れ植物族モンスターこと、ここを使って、これがですね、サンアバランのエースモンスターですね。はい。母なる大地ドリアストランティエ、名前むずい。でこいつの効果でリンクションが成功するとサンアバロントラップカードを持ってこれるんで、ここでサンアバロンブルーミングを持ってくる。これが、発動中の効果処理で、リンク4以上の植物族がいるんですけど、今リンク4以上の植物族がいると、なんか相手フィールドの効果モンスターの効果全部無効にするっていう効果あるんで、これでなんか、まあ相手の召喚したモンスターの効果無効とか、まあ、特殊化したモンスターの効果無効を1回飛ばせるみたいな感じですね。ちなみに全体無効なんで、一応2体3体一気に出てきても全部無効になります。はい。で忘れないようにセットしておきましょう。でですね、通常モンスターを蘇生しまして、はい、でゲニウスロキを特殊召喚して、で今度は、この通常モンスターと謎の枯れた木を使って、植物族最強モンスターであるベンガランデスを出していくと。こベンガランデスはどういう効果を持っているかというと、お互いのメインフェーズに相手のモンスターをバウンスするっていう効果がありまして、これで相手の、まあ、出してきたモンスターを、ね、パッてバウンスしてあげるということができます。まあ、ちなみにバウンスしたダメージ、バウンスしたモンスターのダメージ受けちゃうんで、注意してください、バウンスは。はい。で、まだまだ、展開が伸びるんですけども、とりあえずリリーボレアを、自分の墓地の植物族をなんか装備しながら出てこれるということで、まあ、とりあえず装備しますと。はい。まあ、これはね、余裕があれば先にやっておいた方がいいです。ちょっと盤面が埋まっちゃう瞬間あるでしょ。だからね、それがあるんでね、ちょっとね、これ先に出しちゃうとね、ちょっとね、あれ展開があってなっちゃう時あるんですよ。はい、そう注意ですね。で、今回セリオンズリングがあるんで、セリオンズリリーボレアの効果を使いまして、リリーボレアを墓地に送りながら、セリオンズの、マジックトラップカードを持ってこれるってことがあるんで、これ今回都合により、セリオンズリングがもう、手札にあるんですけども、本来であればセリオンズリングをサーチしてくる感じになりますね。はい。で、今回すげえ呼ばれてるんで、クロスをサーチして、で、セリオンズリングを発動。でセリオンズリングの効果でセリオンズモンスター持ってこれるんで、キングレギュラスをサーチで、キングレギュラスをリリーボレアを装備しながら特殊召喚と。はい。こいつもね、もちろんあの無効効果持ってますんで、まあ、このリリーボレアをコストにしてあげれば、無効が飛ばせると。でさらにセリオンズクロス、これもセリオンズモンスターがいると相手のモンスターが効果発動した時に無効にできるって効果があるんで、これをセット。で最後にサボクローザーっていうガチでバイモンスターを召喚すると。はい。これが最強場面です。これが最終場面で、これ今どういう妨害があるかっていうと、全部ですね、1、2、3、4、5、6妨害ぐらい、体感 6妨害。まずですね、一番やばいのはこのサボクローザーっていうやばいモンスター。これね、このカードは特殊召喚ができない。このカード以外の植物族が今いますね、いっぱいね。このカード以外の植物族が存在している限り、お互いにモンスターを特殊召喚できないということで、もう何も出せません、お互いに特殊召喚なので。だからもう虚無空間ですね、バニティスペース。はい。ありえないレベルの制圧力ですね。で、さらにこいつ、ちなみに殴られるっていう心配があるんですよね。1800しかないからぶん殴られるっていう、なんかその下級モンスター、例えば1800のアルベルとか出てきて、なんか普通に相打ち取られるそうになるじゃないですか。これあのセリオンズリングで守れます。これ戦闘破壊される場合ね、自分のモンスターが、自分の墓地にその代わりにデッキからセリオンズカードを墓地に送るか、アルギオシステムを墓地に送ると、なんか無効に生きるっていう戦闘破壊をっていう効果があるんですよ。だから戦闘破壊耐性持ちのサボクローザーが立ってるみたいな感じで、ね、これは全部に言えますけど。で、さらにさっき言ったこのベンガランデスのバウンス、そして、ドリアトランティエのがいる状態でのサンアバロンブルーミングによって相手の効果をね、無効に生きる。で、セリオンズキングレギュラスで何でも効果無効が1回、そして、まあ、グリフォンライダーの無効効果が1回で、クロスのモンスター効果無効が1回という感じですね。はい。まあ、ここまで作られたら世界が終わります、基本的には。で勇者がない時ですね、今回この旅路があるぐらいで、勇者ギミックに触れないんですよ。なんで、まあ、このゲニウスロキ一体で召喚機を使って展開していくっていう感じになりますね。さっきのはかなり上振れのハンドだったんで、まあ、一応ね、
こんな感じの展開もできるよということをお見せしたい。はい、でサンシェード原油しのきを召喚して、旅路の効果で一応ドラゴンバックを持ってくると。で、ローリエ効果で回復して、でここで、さっきはサボークローザーとか持ってきてたと、思うんですけども、今回は、ただのこの通常召喚から入ったゲニウスの動き方してるんで、この場合は基本的にそのセリオンズリリーボレアっていうね、このモンスターと、それからまあ、コストになるね、まあ人参かなんかを持ってきておくのが一番いいかなという感じですね。はい、でリリーボレアの効果使いましょう。これ勇者ギミックを展開しないときは普通に妨害が今用意できてないんですよね。なのでとりあえずリリーボレア出して、で装備して、でリリーボレア効果を使って自分をコストにしながら、セリオンズリングを持ってきて、あ、これちなみに今のね装備をね外してクロス持ってくるっていう動きもでもいいんですけど、まあ一応何でも無効できるんで、レギュラスの方がさすがに強いと思うんで、なんでキングレギュラスを持ってきてキングレギュラスを出しておくって感じですね。まあ、これ以降は一応効果なんでも無効できるのが1回飛ばせるみたいな、まあここまでで誘発ってやついないと思うから、まあさすがにちょっとレギュラス出てくるタイミングが遅いんですけどね。はい、でこうすると、でこっからは、キングレギュラスが無効効果持ってるんで、まあ何されてもまあ結構安心かなという感じですね。はい、で、さっきとここは同じルートを辿っていくんですけども、これとこれで、そしたらですね、ここで、今回は、ちょっとさっきのルート違くてですね、墓地にですね、アルマセラミジャスミンがいるんですけど、こいつをですね、ちょっと蘇生するっていう動きをします。この展開の場合は、サンシードツインっていうモンスターの効果で、これを墓地から除外して、フィールドのリンクモンスターをゲームから除外すると、自分の墓地から、なんか、リンクモンスター、同じやついたら2体、どっちか出せるっていう効果があるんですよ。これを墓地から蘇生して、はい。で、さらに、ここでサンバインシュラインの効果によって、ゲニウスロキを特殊召喚すると。で、もう一回この回復する、なんかオバハン出すんですけど、このオバハンの効果で、ライフ回復、今度はリンク4してるんですね。1200、ライフが回復できるんですけど、ここのライフ回復すると、また今度ジャスミンの効果が発動して、また単一ないから、ジャスミンのここで3回目のサージが入ると。で、ここで一応ね、スポーは、持ってきて、はい。まあ、サボクローザーとか持ってきても出せないからね。はい。で、もう一回、こう謎の枯れた木を出すと。はい。枯れた木大活躍。枯れた木の効果も3回使うし、ジャスミンの効果も3回使うと。こんだけ展開してまだ手札6枚のやばいですよね。で、サンアバロンメリアスの効果を発動し、自分の墓地からゲニウスロキを特殊召喚できる。はい。でですね、自分の、植物モンスターを2体また使って、で、さっきの、と同じ。ベンガランダスを出していくと。で、これでまたバウンスができると。で、自分の墓地に存在する人参の効果で、スポーアを墓地に送りながら自身を特殊召喚。はい。で、スポーアは自分の墓地から植物とか除外すると、除外したモンスターのレベルを足して、出てこれるよっていう効果があるんで、これで2チューナーになって出てくると。で、4の人参に2のスポーアをチューニングすると、ここで、ジャスミンが出せると。はい。でですね、ジャスミンの効果で、アロマ系の、なんか風系のカードを持ってこれるんで、これで恵みの風を持ってこれると。で、これがですね、まあ、ちょっとセットしますか。セットして、で、一応、旅路の効果も使って、水使いを落としながら水使いを落として、次のターンのトークン出すを、一応ね、できるようにしとくんですけども、これで今何が起こってるかっていうと、まずそもそも、キングレギュラスの何でも無効効果が1回ありますと。で、ドリアントラッティからセットできるブルーミングの効果で効果無効が飛ばせる。でこれでバウンスベンガランデスができる。でさらに、恵みの風があると、自分の墓地の植物族をデッキに戻しながらライフ回復できるっていう効果があるんですけど、ライフ回復すると、アロマセラフィースイートマジュラムの効果で、なんかライフが回復したらなんか相手のカード破壊できるって効果なんですよ。何でも1枚これが使えます。はい。で、さらに一応手札にうららがあって、でマジュラムのおまけ効果でなんと、
自分のライフポイントが相手よりも多いんで、フィールドの植物族は効果の対象にならないということで、全モンスターが無限包囲が効かないと。まあ、キングレギュラスはちょっと植物族じゃないんで、聞いちゃいますけど、ここの3体はなんか対象を取る効果からは、まあ、逃げれるというか、免れるというか、耐性があるというか、いう感じなんですよね。こんな感じです。はい。最後には、なんかそのランダムな手札から展開していこうと思ってますんで、やっていきましょう。まあ、これ、一旦、ワン・フォー・ワンかな。まあ、または、旅路か、どっちかですね。まあ、旅路発動して、あれか。一応、コスト装備魔法、持ってきた方がいいか。で、これ、キング・レギュラス一応、出て、自分のデッキから、ゲニウス・ロキを特殊召喚。あれだな、キング・レギュラス墓地落ちたけど、まあ、どうせリリー・ボリアで装備できるから、これはまあ全然無駄はない。で、まあ、1体からリンク召喚していくしかないから、まあ、一応、旅路の効果でね、何、トークン出す、水使いとか、持ってこれたりするんだけど、はい。で、水使いを捨てて、一応、この辺でなんか、うららチェックとかして、なんか、相手の動きを牽制する、まあ、ここで打ってくれるかもしれないから、相手が。はい。こんな感じで。で、まあ、どうせ勇者トークン出したところで妨害にはならないんで、普通に、ドリアスを出してくるといきましょうか。で、ドリアス効果発動して、一応持ってくる効果。これ止められても、今は3倍インソーイングがあるから貫通できますね。はい。無限効用って言われてもね。で、3倍インソーイング発動して、デッキからツイン出してくると。まあ、どこまでね、相手が通してくれるかはね、結構、まあ、運ゲーというか、相手がどこに打ってくるか、結構ね、このテーマ、まあ、割とマイナー寄りではあると思うんですよね。強いですけど、展開は。展開強いですけど、割とマイナー寄りなんで、なんかどこで相手が、なんだ、誘発打ってくれるか分かんないから、まあ、ここはまあ、やってみての、なんかアドリブ展開に任せるみたいな感じなんだけどね。まあ、結構使ってればね、なんとなく展開分かってくるとは思います。はい。で、まあ、ここまで通っちゃえば、あとは普通にジャスミンのいつものムーブをしていくだけなんですけども、ジャスミンキー出すでしょ？で、ここで、ジャスミンティーが一番好きです、僕は。お茶の中で。で、サンシードツインをリリースして、ようわからん情報も突入しながら、マルデルを特殊召喚して、マルデル効果でローリエ持ってくると。はい。いつもの展開ですね。これまだ召喚権使ってないから、これはあれかな。最終的に持ってくるのは、まあ、サボテンダーですかね。サボテンダーな気がするわ。あ、間違えた。こっちは。ここと、ここ。でリンク召喚、はい。で、ローリエ効果でライフ回復で、ジャスミン効果、ジャスミン効果で、ジャスミン効果で、2枚の植物族をサーチできるんで、まあここはリリーボレアがですかね。1体目はまずリリーボレア、はい。で、まあもう1体はまあ人参とかでいいのかなと思いますけど、まあ一応ね、サボークローザーっていう選択肢も全然ありますんで、サボークローザーでもいいか、別に。でも後で持ってくれるから、これ人参でいいな。で、なんだっけ、リリーボレアか。リリーボレア効果で、キングレギュラスを装備しておくと。はい。で、キングレギュラスの装備を解除するまでもなく、これはですね、何を送るかって言われると、まあもう余ってるんで、ゲニウスロキですね。はい。ゲニウスロキを、墓地送りながら、クロスを持ってきて、まあクロスはね、効果無効が、あるので、こうクロス、あ、ちなみにサボクロス出す場合は、クロスで戦闘赤体制つけに行ってもいいですね。これは。はい。いろいろ選択肢はある。で、今はもう効果無効が1回付与されている状態なんで、まあ割ともう何でも展開取るかなって感じなんですけど、まあここまででなんか展開なんか展開っていうか誘発あったら打ってるけどな相手で、メディアスの効果発動して、で自分の墓地からゲニウスロキを特殊召喚で、もう1回枯れた木出して、はい、枯れた木がね、これも耐えちゃいました。ドリアスも耐えちゃいました。耐えちゃいモンスター多すぎなんだよね。だからこれ11期のテーマのくせに、なんでこれ単一全員ついてないんだろうっていうね。あまりにも展開力おかしいだろうっていう気はするんだけど。一応、なんか攻撃力がゼロだから許されてるのかな。で、ドリアス効果で、ああ、そうか、もうサーチするカードねえわ。持ってたから。で、発動して、で、一応人参を捨てておくと。はい。で、
シュラインの効果起動する前に一回母なる大地だな、母なる大地を出していく。はい、でアトランティエさん、あ、ちなみにサンガバロンってなんか攻撃力ゼロだからなんか弱そうじゃないですか。これね、ゼロのモンスター大体ですね、その相手の攻撃対象にされねえっていう効果あって、だからなんかこいつしかいない場合ダイレクト叩くなどそういう効果あるんですよ。だから絶対生き残ります。だし補足説明しておくと、このサンアバロンブルーミングっていう効果で2番目の効果、自分の植物リンクモンスターが戦闘からダメージ計算時になんか、植物リンクがの打点がリンクマーカーの先にあるあのモンスターの攻撃力の合計分アップするっていう効果あるから、だからドリアトランティエのリンク先にモンスターいっぱいいた場合、そいつの攻撃力をこいつが吸収できて、なんか打点なんか普通になんか6000、7000くらいいくんですよ、簡単に。だからね、全然なんか殴られないし、殴ろうとした時には打点がめっちゃ上がるしみたいな、そんな感じになります。はい、だから強い。はい、でここはですね、一旦こうか、ツイン効果、ツイン効果でこのメリワスを除外して、ジャスミンティ出して、で、シュラインの効果を発動して、まあ、さっきのその回復ムーブを 3回目の回復ムーブですね、3回目の回復ムーブを使って、はい、でこれでリンク召喚してもう一回回復していくと。だからね、全員ね、なんかね、名称ターンついてないからそれがいけないんだよね。だからそのここ名称対峙ついてたらもうちょっと展開が収まると思うんだけど、これ対峙ないから全員が意味がわからんということですねあ、これちなみに持ってくるのをスポーワンにすれば恵みの風からのアロマになるし、サボクローザー持ってきてれば、サボクローザーを出しに行けるって感じです。なんでかっていうと召喚権を使ってないんで。で、リンク召喚してもう一回メリアスとかいうヤバすぎるモンスターして、はい、なんで召喚権使ってるんだよおかしいだろ、ここまで展開して手札まだ5枚あって召喚権もまだ使ってないで、これ地獄かな。でリンク召喚をしていくと、はいはい、と。ちなみにですね、まあ、今回は一応これでサボクローザーを爆誕させて、でこうしてこうして終わりなんですよ。はい、こうね、こうすると特殊召喚封じバウンス、向こう向こう向こうなんで、向こう系がなんか3回ぐらいあって、特殊が封じるのが1回あって、でモンスターバウンスが1回あるみたいな地獄の場面が出来上がると。で高校取った場合は、まあ今の展開頑張って投資に行って、あのね、リンク召喚するときにね、こうね、3倍スラッシャーっていうモンスターを出すといいです。これ自分のフィールドの3アバロンリンクモンスターの違う、これ1番じゃねえや、2番か、フィールドの3アバロンリンクモンスター1体対象として、こいつの打点がなんかリンクマーカーの数かける800アップするっていう、だから要するにリンク4とかリンク3がいた場合、だから打点が3200とか4000とかになるんですよ。だからそいつでぶん殴っていくみたいな、しかもリンク1ですからね、これリンク1ですから。だからゲニウスロキを無限に蘇生して、ゲニウスロキをそのさっきのこの、このソードマンに変えてぶん殴っていくみたいな動きをすると、なんか普通にワンキルできます。はい、まあ展開はこんな感じかな、メインの。はい、まあこのデッキがどんだけやばいかっていうことが伝えられたと思うので、めちゃくちゃ展開系デッキ好きな方はおすすめなんで。しかもこれ言うて通常モンスター1体からやってますからね、これ手札が必要からやっていい展開じゃないというところがありますんで、よかったら皆さんぜひ組んで楽しんでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。対戦動画もあるんでよかったら見てね。